上着取ったとは以外でな。そうだな、俺もね。あ、こんばんは。ちょっとね、トラブりましてですね。まあ生放送のいいとこですね。まあいろいろありましてですね、申し訳ありませんでした。6月16日午後4時になりました。今日はですね、190回ですね、200回まであと10回というところなんですけども、今日の松代なんですけども、実は今日ね、私松代にいなくてですね、天気予報はなんか27度ぐらいの予想最高気温だったんですけどもね、今日朝6時から今日松本にいましてですね、今慌てて帰っちゃったことですね。松本のことは分かるんですが、ちょっと松代のことは分かんなくてすいませんです。松本もね、暑かったですよ、ね、ということでですね、生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、前島邸を守る会のですね、顧問の馬場さん、そして同じく顧問の矢野さんにおいでいただきました。今日はよろしくお願いします。今日はね、初めからちょっとね、トラブっちゃって申し訳なかったですね。よろしくお願いします。ところですね、皆さん、前島邸を守る会ということなんですけども、前島邸っていうのは何ですかね、どこにあるんですか。あ、ですね、はい、はい、それではちょっとご説明します。はい、前島邸は、場所はここなんですが、ここに宝物館があります。ということはこちらにお城があり、文部学校があり、真田邸があり、で、ここからずっとここに町役センターがあって、ここが町役センターですね。これ真田線ですね、はい、そこをこうちょっと入ったところでありまして、非常に離れたところであります。それでもまあ、あとでご説明あるように、来てもらえば非常に極楽というとしたんですが、いいところですね。はい、わ、はい、かりました。ところで、前島邸っていうのはどんな文化財なんです。前島邸をご紹介するのであとは2点で紹介、ご紹介させてもらってるんですけど、はい、1点はですね、この、主屋ですね、はい、これを含めた、建物、次のこちらにありますが、ここにありますね、はい、これこちらの下の方ですね、これはみんな憲法になっております。ということはこの主屋の先ほどの前島邸は約250年前に建てられた、まあ、町場では文化、武家住宅としては一番古い住宅でありまして。あ、一番古いんですか。はい、それで、まあ、そういうこともあるのと、それから従って柱だとか、あるいは広い座敷だとか、あるいは床の間たくさんだとか、まあ、そういう点で保存状態、武家屋敷としての保存状態非常にいいということで、それで憲法に指定されておるのと、さらに、この主屋の他にですね、土蔵、それから、庭園ですね、この、うん、この庭園、はい、それから、三社、屋敷神、それから表門ですね、屋敷神ね、表門、これらすべてちゃんと揃ってしっかりしております。うん、そういう点で憲法に指定されているのが一つです。それからもう一つは真田家との結びつきが非常に強いうちでありまして、二代目の特に和幸という人は、正幸、幸村、両真田家のメンバーが、小屋さんに死去させられたときに上田から16人についていってるんですが、その一人が前島邸の和幸さんであります。でその和幸さんは、信幸さんから、初代 の信幸さんから雪の字をもらったり、それから信幸さんが町で移封された時に上田からついてきて、現在 の前島邸に今のあるところに、ね、住居を賜ったと、そういう
歴史を持っている。その点で非常にあの結びが強いのと、さらに現在では、この写真が出ております、顔写真出ておりますのが、14代目の真田幸俊さんでお殿様です。本当ですか？このお殿様はを教えたのが、その前島邸の親戚の前島新さんという方がいるんですが、大学時代先生であって、今世であれば家臣がお殿様を評価すると、だから成績をつけるのに苦労するかと思ったら、なかなか優秀でおられたんで安心したと。で今はもう幸俊さんは教授になられていると、そんなようなあの真田家との結び今でもあると。14代の方です ね、今14代今ですね。ああそうなんですか。わかりました。ところで馬場さんね、こちらはね由緒正しいお宅なんですけれども、なんかこちらの方ではイベントたくさんやってるそうじゃないですか。もう毎日やってるんですか？ただあの、建物を見るだけではなくて、できるだけの利活用ということで、市の方からも、教育委員会の方からも、できるだけ使うようにということで、指導をいただきまして、年間行事計画を作ってですね、いろんな今イベントをやっております。一番最初がですね、これ文化財展というような名前で、地域のメンバーのいわゆるお宝的なものを年に1回やりましょうとか、いろんな講演会をやりましょうとかっていうようなことをやっております。それからこれは文化祭、文化祭ということで、それぞれが持っている絵画から手芸からいろんなみんな持ってますので、そういったものを年に1回ですね、そこに1週間ぐらい掲げてみんなでそういったものをまだ見ましょうということをやっております。上ですね。はいはい。それからこれは何ですか？これ出てこないな。これは今の文化祭ですね。これも書道とかそういったものですね。はい、はい、この人は何ですか？こういったものやってますね。これも今と同じ。あ、同じです。これ同じですね。はい、はい、同じですね。それからこれは何ですか？これはですね、これは武家屋敷に花を生ける会というのがありまして、ちょうど今花を生けてるところでございますね。こういったものもやっております。されてるんですね。これも月に1回やっておりますね。はい、これは音楽祭ということでね、ちょうど今音楽の演奏をしているところ、向こう側には観客が、何十人かおりますけれども、あ、なるほど、右側にたくさんいらっしゃるんですね。たくさんおります。あ、なるほど、なるほど。ちょうど奥のですね、池が見えるようなことで写真を撮ったものであります。はい、それから これはちょっと横になっちゃってるかな。こうかや、こっちですかね。ん、サカサカな、どうですか？あ、サカサですね。これも似たような感じですが、納涼祭ということで、それぞれいろんな園芸関係を含めてですね、年に1回これもやっております。あ、なるほどね。それからこれはですね、これは囲碁の会って言いますね。初心者囲碁道場から月に2回ほど、ちょうどこの武家屋敷で囲碁をする、大変場所的にも雰囲気もいいんですよね。ここで今十数名ぐらい集まってですね、毎月2回ここで囲碁の会をやっております。はい、それからこの下はですね、定茶、お茶をですね、これ抹茶をですね、お菓子付きで、無料でやっております。月に1回ですけれども、こういった催しもやっております。たくさんなんかいろいろされてるんですね。はい、これは鯉のぼりをやったりですね、それから、これはしめ縄ですね、武家屋敷にこう変わるしめ縄を自分たちで、しめ縄を作ろうということでやっております。はい、あっ、これは敬老会ですね。敬老会をやっております。はい、いろんなことで使わせていただく。これはテレビコマーシャルですね。アリコジャパンのスヌーピーっていうんですかね、正月番組で時々使っております。これを見ていただければと思いますが、この下はですね、電動草刈り機ですかね、そのコマーシャル、ちょうどついこの間もやっておりました。これもこの場所で使わせていただいております。それから上、ちょうどこれ今電動の仮払い機がありますね。その下がですね、これ城下町に行こうということで、中心に今言いますのが、今結構揺れてるピエール滝さんですね。この方が前島邸に集まってですね、テレビ番組も撮ったということでございます。後ほどまたお話をしたいと思います。これは映画ですね、短編映画ですが、これ日は落ちるという短編映画でして、これも1週間ぐらい前島邸でずっとロケをしたものになっております。泉元也さんとかね、こうやって方々が見えております。ね、これが撮影のところになっております。はい、以上が大体イベントの内容です。はい、はい。それでですね、
今あのいろいろこうイベントねあのご紹介していただいたんですけども、この中でどんなイベントが一番あれなんですか、その、まあ、人気あるって言っちゃいけない、人気あるのはやっぱりいいでしょうけど、まあ、園芸会的って言いますかね、うん、音楽祭とか、そういったものは結構大勢の方お見えになって、結構人があの入れるしあの3部屋を抜きますとですね、うん、まあ、100人まで入れるのはわかりませんが、結構たくさんの方が入ることができますので、ね、集まっていただいております。おばちゃん、ところでさ、なんか今週だいぶいいイベントをなんか計画してる、そうじゃないですか、まあ、イベントと言えるかどうか分かりませんけども、まあ、最近特にあの問題が多いんですが、オレオレ詐欺の関係ですね、これあの警察署の方から来て、その場を前島邸でですね、なるほど、寸劇を含めていろいろ説明をいただいくということになっておりますので、まあ、あの近所の人みんな集まっていただければというふうに思っております。これは、19日ですね、9日ですね、はい、何時からやるんですか。時間はですね、1時からになっておりますね。1時から、だいたい1時間ぐらいですか。そうですね、あ 10時からですね。10時からですか、はい、10時から、はい、19日、そうですね、水曜日、ん水曜日ですね、水曜日になりますかね、はい、19日水曜日10時から、はい、あ、これはあの申し込みやらないんですか。あの誰でも参加ということになってます。あ、そうなんですか、はい、木曜日ですか、はい、あ、木曜日ですか、すいません、はい、19日の木曜日だそうですね、はい、よろしくお願いします。それでですね、今もね写真にあったんですけども、テレビとか映画とかそのコマーシャルロケとかがたくさんあるんですね、こちらの方では。そうですね、特に、昨年ですね、BS 朝日になりますけれども、1時間番組の、城下町行こうという番組でですね、うん、取り上げられまして、その一部だけですね、ちょっとご紹介をいたします、ね、ああ、それ見せていただけるんですか。ちょっとはい、いいですか、映りますかね。ああ、これがそうなんですか。これがですね、 あれこれ馬場さんですか。そうですね、ちょっと今舞島邸に入るところですね。ピエール滝さんも大変あの、うん、最近では有名になってですよね、はい、これは結構あの宣伝になりましてですね、この番組見たよと、舞島邸っていう話でね、これも全国版です。あ、全国放送、はい、あ、そうなんですか。あの1時間の番組ですからね、結構あの、まあ、しっかりですね、普通はあのほんのわずかかもしれませんけれども、うん、真島邸の番組だけでも15分ぐらいもっとですかね、撮っております。なるほど、はい、それ1時間番組の中の真島邸が15分あったと、ずいぶん長くありましたですね。あ、すごいですね、はい、ちょうどあの先ほど言った文化財展がありますので、その打ち合わせ、事前打ち合わせということで、隣におります矢野さんとかですね、跡部さんとか集まって、原さんですね、原美濃守の原さんね、子孫になります。馬場さんちのご近所のね。そうです、みんな同じ町に住んでおりますですね、はい、あ、この方ね、原さんですね。あ、なるほどね、素晴らしいあれなんですね、先祖跡部さんね。まあ、あの番組としてもいわゆるその城下町に行って、まあ本物に出会うというようなねストーリーで、ちょうど一つの町にそういった人たちがおるという、矢野さんじゃないですか。でございますね、はい、矢野さんも出てたんですね、素晴らしいですね、うん、今あのちょうど前島邸を中心にですね、今日出演している3、4人ですね、打ち合わせのところ、はい、打ち合わせの場所になっております。こんな番組でやっております。そうなんですか、わかりました、はい、これいつ頃だったんですか。 これは去年のちょうど今頃になりますね。あ、そうなんですか、じゃあ1年ぐらい前に、ね、放置されたんですね。あ、でこんなにたくさんやってて、あれ休館日ってないんですか。本当は休館日ね設けたいところなんですけども、うん、今のところは365日盆正月なし開館しておりますので、ぜひおいでいただければと思います。で、何人でこれやられてるんですか。今会員がですね45名おりますけれども、うん、この方々にローテーションを組んでですね、うん、それぞれ当番が2人で交代制でやらせていただいております。あ、そうなんですか。いや、駐車場もねのに大変ですねこれね。駐車場はですね、一応あの会員のメンバーがですね協力いただいて、この前島邸の近辺にですね、いくつか駐車場を確保してありまして、まあ、全部足せばどうだろう20台ぐらい。あ、そんなに、でもバスだと無理でしょ。バスもね1台、2台ぐらいだったら止められるかなと思ってます。はい、そうなんですか。いや、皆さん、ぜひじゃね置いてください。車でもバスでもいいそうなんでね。で、もう時間もねだいぶなくなってきてしまったんですけども、なんかすごくいい
なんか感謝される手紙がどんどん来るそうじゃないですか。まあ、どんどんというほどではないんですけども、これ例えばあのこれは京都の方からですね、まあ、感謝の手紙って言いますかね、ここはですね、まあ、何ページかありますけれども、例えば、前島家にたどり着きましたと、ここは、私はここで忘れられない接待を受けましたとかね、まろやかなお茶とともにいただきました、ランチをとってね、私には本当に美味しかったです、無料でこのようなサービスを受け取っていいのかと戸惑いましたとかね、涙出ちゃうね。京都には観光の街として有名ですが、真っ白の方のような心を持ったボランティアに出会うことは決してないと断言できます、これからも真っ白真田十万石の街を大切に、というような手紙を、まあ、いくつかというほど、まあ、2つほどですね、まあ、頂戴をした。これもそうですね。これは鎌倉の方になりますかね、いただいております。はい、嬉しいですね。これは大変こういうことをやってます、大変嬉しいことですね。嬉しいですね。いやね、お聞きしたいことはたくさんあったんですけどもね、もう時間もねなくなってしまったんだけど、はい、ちょっと最後に一言だけね、お願いできますかね、皆さんに、まつる皆さん、全国の皆さんに一言だけ結構ですが、はい、まあ、今紹介させていただきましたけれども、はい、まつるの中でもこうどうしても前島邸は外れたところにあるわけです、はい、一からです、先ほど、はい、ご紹介しましたようにね、まあ、だけども来ていただいた方は非常に今手紙でもね、喜んでいただいたように、なんかゆったりとできると落ち着いた雰囲気を持って、ね、そういうことで、はい、ぜひ来ていただいて、ね、ゆっくり、まあ、眺めていただきたい、そんなふうに思います。松代の人もぜひ来てもらいたいですよね。よろしくお願いします、ね、はい、それではどうも今日お忙しいところありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、それではですね、来週の予告の前に、ですね、案内をいたしますね、こちらですね、6月21日、大室古墳の、ね、見学会っていうのがございます、9時30分集合、大室古墳で集合ですね、それで、古墳を回るということですね、文化財の、学芸員さんに説明をしていただいてですね、古墳の周りを回るという形でございます。それからですね、6月24日なんですが、富岡製糸場がですね、まあ、世界遺産に登録されるということなので、松代もやっぱり製糸業の城下町松代ということで、まあ、六甲社創業と富岡製糸場という形でですね、ギャラリートークをちょっと行います、丸山秀夫先生に、来ていただいて行う予定です。ぜひ参加していただければなというふうに思います。以上案内いたしました。はい、じゃあ続いて、来週の予告でございます。はい、今日はですね、担当のですね、山本さん、香織さん、香織ね、はい、香織さんが来てますんで、来週の予告をしていただきます。はい、いいよ。はい、じゃあ来週はどんなあれですかね。来週は松代若者会議設立の経緯と今後の展望と題しまして、はい、代表の小山信也さんに来ていただいてお話を伺います。はい、昨年の秋から、愛聴心あふれる松代ですから、愛聴心ですかね、愛聴心あふれる、若者たちが集まって、町に対してね、そういう熱い思いを持った人たちが集まって、はい、毎月集まって先輩方の活動を勉強したり、はい、町の課題について、課題に取り組むことを、取り組んでいるんですけれども、はい、その活動について、まあ、いよいよね、松代も若者が動き出したぞっていうことで、町の新しい動きについてお伝えしようと思います。あ、そうですか。はい、ちなみに信也さん何歳？多分32ぐらいだと思いますね。確かそう聞いた気がします。じゃあ、はい、来週またそういう話もちょっと突っ込んで聞かせていただきたいと思います。はいはい、私よりはちょっと若いぐらいですね。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。まあ、楽しみにしていただき、はいはい、お楽しみに、はい、じゃあ来週よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
それくらい夏しろ、また見てね。